野村さん、スタイリッシュヌーブです。今緊急で動画を回してるんですけど、こんな感じに来シーズンのねパッチノートですね、武器調整内容っていうのがいつも通り公開されました。でなんですけど、この引用リツイートとか見てたら、みんな触れてないけど多分ソードフィッシュ化けるぞとか、魚強化されるの意味わからんすぎるだろうとか、ソードフィッシュダメージ上がるのか、使用率増えそうな予感、これマジソードフィッシュやばいぞ、今でもバグってるのにとか、とりあえず来シーズン最も注目されてるのがこのソードフィッシュなんですよ。さらに来シーズンはグラウの弱体化で、マーオボーの弱体化が来るので、このソードフィッシュの派遣っていうのも AR ですね、アサルトライフルの中だったらありそうですよね。まあ特にグラウの弱体化っていうのがでかいんじゃないかな。なんかソードフィッシュからすると邪魔者が消えたって感じ。とりあえず強化内容に関してはこの3番ですね、黄色い部分が今現在22ダメージなんですけど、これが26ダメージになって、腹の部分、黄色い部分でもワンパンできますよっていう性能になります。だから6番のこの下半身以外は全てワンパンですね。これかなりでかいかも。まあてな感じで、今回はスコアストリークにガンシップを入れて、ガンシップ狙いで、ランクマッチやっていこうかなと思ってます。早速やっていきましょう。さてな感じで早速いってみましょうか。よろしくお願いします。ちょっとね、味方にムチ打ちしとくか。これ買ったら動画ができねえけどなぁ。って言ってたらね、こいつら、あ、味方にカメさんいるとか言って、めっちゃ後に入り出すんで、よろしくお願いします。しかもさ、今回クラッシュのハードポイントやから、やばい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 。クラッシュのハードポイントが、なぜ嫌かというと、ああいうやつがいるんで、ちょっとなんか後ろから歌ってるし、まあそのトリップ前は想像できたでしょう。さて、お決まりのですからね、このクラッシュ名物のトリップ前にもあるが、一旦しっかりそこバース入れといて、ぶねえ。で、ちょっとバース勝負しねえか。いやー、お前ほんまに、人間かこいつ。うわ、やば。もう行かれてる。ほんまに。ちょっと今回、なんかすごいさ、試合じゃないよ、今回。もはや、チーレスでもやってんのか、俺は。とりあえず、このワンバースト力見せていこう、ワンバースト力。で、なんか下にいたよね。しかもね、これ上におるから、ちょっと引きずり下ろさなあかんのよ、これ。引きずり下ろすのは友達のズボンだけにしてくるっていうね。さあ、いじめっこ出ましたね。いじめっこの癖がね、いじめっこやった時の血が騒ぐわ。で、真正面が入ってるのか。とりあえず今回ちょっとあれやな、追い詰めて追い詰めて敵を煽って優越感に来たろ。そこいるけど、まあ味方に任せようか。さすがですか、来ない。とりあえず今回は UAV 見ながら、一生敵の出てきそうなところに ADS 外な楽々と、まあこういうワンバースもできるっちゅうわけですよな。そして敵を、二つまみと2キロありがとうございます。1キロか、いや、2キロやんな。で、いや、なんでそっから上がってくんの、どないなってんの、後ろは。大丈夫か、大丈夫か。ちょっとこの周りの、お口周りのクリアリングっていうのができてないんで、お口周りの、こういうのがいっちゃありがたい。崩壊するのも早いっていうな。さて、皮肉やめてくれ。で、これもう入りたいねんけど、とりあえず上取ってあげる、上取ってあげる。で、その、外回り守れるかな、チミたちに。とりあえず今回この、バース力、ソードフィッシュといえばこのバースやし、しかも今回ガーシップ持ってきてるんで、このガーシップだそう、ノルマでノルマ。さあいや、こうやったら敵クッソ焦って取ってくんぞ多分。こうやったら多分真面目にやってくれると思う、彼らも。よしよしよし、こいつらあれ敵でやられるのが嫌なんか、動画化されるのが一番嫌やろうからな。間違いない。え、ワンバースありがとうございます。いいね、いいね、いいね。おいおいおい、見て見て見て、おい、敵抜けたぞ、敵抜けたぞ、敵、おい、守る言葉すぎるだろ、これ。動画化しよっかなとか言ったら、これさ、絶対抜けるからな。さらされたくないから。俺の動画ね。かわいいなぁ、かわいいなぁ、デカミ。しかも、彼今、ビリリジやったよな。オッケーオッケーオッケー、撃ちゃう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 。こういうことですよ、と。いや、性格悪いね、実況者。ちょっと待って、これ外周で外周で外周で、性格悪いな俺。持ってしまわないのか。オッケーオッケーオッケー、トップクラスの性格の悪さやろこれ。優越感に浸ってるこれ。罪悪感ないです。いや、罪悪感ないですよね。ちょっとゴーストな、これ。こっちおらん、ロング。なんかゴーストがこのゲームいっちゃんだろ。いいから、いた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 い
お前の負け姿を、今回ちょっとあれっすね、魔法の言葉をかけて敵のこのアディ神様ってやつ俺ちょっと見たことあるぞ。ちょっと検索するか。おい、ちょっとみんな見つけたぞこいつ。しかもこいつフォローされてるやん。俺ちょっとFPS 界隈の実況者の中で一番性格悪い自信あるわ。さあ、てな感じでじゃあやっていきましょうか。ガンシップなしでは俺の夢はゲームは終われない。しかもね、今回ガンシップなすためにハードラインにしてきてるんですよね。なんで一応今回このアナイアとかで稼いできたところであるが、まあ B 言いますよね。ちょっと今回最前線張れねえぜ。さて、まあ瀕死の指示に、まあそれ死ぬだろうか、あんな名前で前押しはできねえぜというふうなネーミングセンス。そして大丈夫かな。まずこのロングで戦おう。ロングで敵から距離を取ろう。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、まだ言うてんのかっていう話だが、さあ小池百合子からキスされそうやぞ。そしていや、なんかおるけど、お前らほんまにさ、なんか俺がやってることネクロマンサーみたいねんな。わかる、俺が言いたいことネクロマンサー。うわー、もうほんまにやばいぞお前、気色悪い名前しやがって。さて、いや全員仲や。いや、そんなお前避難するな、お前避難訓練早すぎだろ。ほんまに気持ちよくねえだろ。そしていや、これガーシップまでいけるかな。ちょっと一旦脇替えするか。一応今回ライトウィードなんで、はい、こういうことを、まあこの遠距離では負けんわな、負けんわな。いや、それ激怒よ中に入ったやつ。さて、裏からは来ないでしょう。危ないね、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 危ないね。さて、今ちょっと最前線張っちゃってるんで、あまりよろしくない体勢だぐ、一旦来る、敗者行っちゃってる。なんや、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 ロケラ、ロケラやめな、ロケラやめな。オッケー、オッケー、に、睨み合いっこしましょう。笑うと負けよ、IQ だ。さあ、今ちょっと来たんじゃないみんな。さあ、なんか、お、なんか、おるって。お前、ほんまに何、付きまとってくんだよ、気持ち悪いな、この。メーヘラ彼女みたいな名前しやがって。どうよどうよどうよ、 UM で。いや、あ、いや、もうこんなんや、気持ち悪いな、お前、下打った。下打った、今。打ってないよな。やってんねん、お前。おい、お前、お前、お前、俺の激凛に触れていいのか、俺の激凛に。おお前、そういうことしちゃうか。あ、いいよいいよ、全然いいよ。お前が、ちょ、待てよ。あ、じゃあ、お前が始めた物語だろ、これは。出ましたね、亀井家が。待って。お前が始めたの物語だろと。お前、面覚えてるからな、俺、ほんまに。覚悟せえ、わしゃ、逃がさい言うたら、逃げること諦めんかバカ誰が。出ましたね、亀犬。マグマ噴火。はい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 。ちょ、お前ら、後ろで、何ダンス踊ってんねん、後ろで。何してんねんって、はよ来いよ。何してんの、マジで、ほんまに怖いわ。いや、マジで乗って、マジで、乗ってる乗ってる。おい、視聴者二度と文句言うな、俺今日 B 乗ったからな。さて、よしよし、ガーシップ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 、センター、あ、振り向いてくんなよ。全ての世界の生き物に感謝。さて、落ち着け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 、あ、クレ投げたな今、今お前ら、コケにすんのもやめえよ、大概にせよ、ほんまに。てめえらは、死体撃ってくるしよ。俺の動画撮影は邪魔するしよ、ほんまに。お前ら、ほんまに生き物じゃ、お前ら人間だね。いや、これ、どないすんねん、これ。まあ、とりあえず勝とうか。ガーシップ出したいっていう気持ちは山々なんですけど、ヤマピーの。ああ。いや、これ一人登ってこない？オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。落ち着け落ち着け落ち着け。わかった。お前らが、水ブレおる、助けて助けて助けて、来い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 。これもうちゃちゃっと取っちゃうか。でもセンターの方がマジで怖い今、もう団子状態になってるから。上がってくるよね、分かってた。これ後ろからか、うわ、背後も怖い。どっから来るか分からんところが一番怖い。ひな、そっちか。ごめんね、ごめん、おい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 、おまんこ、俺が悪かった、俺が悪かった。セッターもなんてくだーの、どっから来んねん、こいつら、ほんまに。塩はっぽから来るやないかい、無音で。なあ、忍者かよ、忍者リスペクトかよ。で、ちょっともう、後ろで何やってんの、ほんまに。
マジで頼る、ちょっと、うっせぇろ、うっせぇろ、それはないわ、それはないわ、ちょっとそれはないって。そんなやつが味方におったら、それはもうなんで俺あったけど、もうなんやれた、無駄に死んどいて、もうちょ、これ味方のせいにするわ。いやーこれ勝てそうやねんけどな、これなんかね、今ね、皆さん味方で C に行ったやつがいるんですよ。このシジミってやつなんですけど、皆さんどう思いますかね。よし、いいぞ、プレッシャーかけといて、真正面いるぜ。おい、ちょっと待って、なんで最前線その位置が張ってんの。わかった、イライラするわ、ほんまにイライラするわ。どいつもこいつもあんなやれた使ってんな。ちょっと、ああもうダメだ、乱れてる食生活、俳句してる、はい、ちょっともう本当に落ち着いて、ほんって、これ絶対上がってきてる、絶対上がってきてる。うわー、お前ら、なんで、ちょっと、もう、あーほんまに無理、いけ、ゴミに、もう、ダメだ、このゲーム、壊れてる、おい、怖い、おい、アクティビジョンどうなってんねん、このゲーム。ほら、まだいける、なんで俺やねん、ショックあるし、ほんまに、いちいち、なんで全部俺な。ちょっとお前、ちょっと、もうなんでお前は引っかかれんねん、もうなんでなんで俺やねん、なんで俺に来んねん、全部お前ら透明人間がバカだるか、ほんまに。しかもなんでこれ敵もシート出した、やばいぞな、お前なんで降りんの、フェイントやめえや。いける、とりあえず取った、これしょっからしよ。ほんま、なんで壁抜けんの、なんで敵と味方入れ替わってんの。もうほんまにくたばれよ、マジで。もう頼む、強いねんって、ちゃんとさ、もう年は雑魚すぎだろお前ら、ほんまに。